はい、レオンです。今回は BOCW ニュークタウン84キルコンファームドラストで見たいと思います。今回これ初使用で使うんで、今回のスペツナス、お前たちの力を証明しろ。このデイリーチャレンジで、今回柏木家のクラスでタイプ63スティームショット、トマホークかけるにフィールドマイク、ワイルドカード、ディレンジャークロスで、今回獲得したばっかりのね、近接新武器ハマー&サイクル使って初使用でやっていきたいと思います。頑張ります。こちらですね、ハマー&サイクル面白いですね。遅れを取ったらこのままでは。よしよし、これでキルやったらいいんだよ。ちょっとね、発射よ。敵の偵察機が接近。強いよこれ。おお、すごい、トマホークがめっちゃ強いからね。羨ましいだろ、まだ持ってないだろお前ら、まだ持ってないだろ。タイプ63も使おうかな、キル数も上げたいから。20キロは最低化したいんで、これチャレンジやってるんだよ。ね、投げない、この人もチャレンジやってるよ。俺と同じように、ハマー&サイクルのチャレンジやってんだよ。あ、これちょっといるな。ほんとこれちょっと使わないといけないんだけど、今回メインの武器なんで。あ、これチャレンジやってるわ。入る。お前ら、ハマー&サイクル、お前多分盗まれてると思うよ。あ、これちょっと今これだな。こういう時はこれ使うから。こう右にいるよ、右に。スモークがちょっと。まあまあ面白いですね。味方だよね。スモークちょっと味方がやってるのかこれ。ちょっと迷惑な話ですよね。邪魔だね、本当に。これ、ちっちゃいろ。上空に敵の偵察機。ナパーム爆撃が接近。ナパーム。強い強い。ああ、ピエロの、よく近接やってるけど。ずっとあそこにいるな、あいつな。困ったもんよ。スペースなし、お前たちの力はこの程度か。もっと戦え。これチャレンジがあるんだよ。正義台に敵のセントリーターレットを検知。上空に敵の偵察機。まだ向こうにいるよ。敵のケアパッケージ。チャレンジやってんだよ。上空に敵の偵察機。終わった、負けた。成績悪いね。まあいいわもう。
今回メニューまで取るか。目標型だったらもうちょっとキル伸ばすと思うけどね。終わりましたね。こういう成績ですけど、今回これ初使用でやってみましたね。ハマー&サイクル獲得したばっかりなんですけど、デュアル武器、デュアルの近接武器ちょっと出ないね。工業と農業技術の融合、労働者の真の力を強烈な一撃として繰り出せってことでね。これ強いっすね。 あんまり使わなかったけど、使ったんだけど、投げ、あの、トマホーク多かったですね。これまた使ってやるんでね。はい、今回ね、ニュークタウン20分のキルコンファームドで獲得したばっかりのこの近接新武器をね、ハマー&サイクル初使用でやってみました。あとよろしければチャンネル登録の方もぜひともよろしくお願いします。はい、ご視聴ありがとうございました。バイバイ。